皆さんこんにちは。コーヒー愛しすぎた男は岩崎泰造です。ピンチョータフリッシュさん、西田ピンチョータと申します。よろしくお願いします。言えてない。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストに西田ピンチョータさんを迎えて、すみません、いつも、まあ、ちょっと何やるかってネタが何にもない。はい、とりあえずカフェラテランキングを取り終わったところなんですけど、なんかこの後もう一本面白いネタがあるっていうふうに聞いてて、何を今日はこのセットだけ今あってね、コーヒーとりあえず入れる気満々ではいます。実はちょっと飲んでほしいコーヒー豆をお持ちしまして、はいはい、ドゥ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 、そしてさらに20世紀ブレンドマザーツリー、エチオピアンこれまだあるの？メロディー、20世紀ブレンド喫茶20世紀神宮前、こちらはですね、20世紀って言うと、うん、20th century ご存知でしょうか？ 20th century トニセンです。トニセンって神仙とトニセンの、そう、歌って踊るトニセンが喫茶店をオープンしたんです。 V6 だよね。そういうことですね。元 V6 ですね。 V6 は解散したんだっけ？そうです、解散して今トニセンだけ残っているんですけど、 V6 といえばもうほぼ泰造の、ね、この世代ですよ。泰造の世代ですよね。皆さんもちろん V6 ご存知だと思いますけど、解散いつだったっけ？ちょっと前にすごい話題になってね。大ちゃん好きなんですよ。そうだよね、大好き。あ、そうなんだ。それで20世紀って喫茶やってんの？そうです、喫茶20世紀という。へぇー、2023年の11月に。あ、3年やってるってこと？全然神宮前って言ったら原宿の方ですよね。そうです、そうです。え、行ったの？母が。行ってきたの？お母さん、ありがとう。やば、いいんですか？飲んでこれ。激レアですよ。やば。買ってきてくれました。へぇー、すごい。そのハウスブレンドってことですね、この20世紀ブレンドは。でこちらがマザーツリーだからエチオピアですよね。シダモンのコーヒーってことですかね。で、メロディー。タイトル、コスタリカのティーベル、ラベルがちょっとレトロな喫茶店っぽい雰囲気出してます、ね、本当だ。トニセンといえばオツのライバルグループとして有名な、そうです ね、僕も結構見て育ってきたんで、学校へ行こう。ああ、そうだよね、学校へ行こうだよね。学校世代ですよ。そうですね、なんか僕ちょっと出ましたから、でかいでかい。ここだけの話ですか？アッピーなんか結構テレビ関係にかなり接近したところでずっと生きてきてるので、長野くんとも大昔ウルトラマンで共演したことがあって、はい、いやいや、これちょっと今回の動画ちょっとでかい、アッピーのこれまでのキャリアについて語る編でも面白いです。別の動画になりますか、それか。ウルトラマン、ウルトラマン、長野くんはウルトラマン出てたっけ？ウルトラマンティガーですね、平成最初のウルトラマン。ああ、なんか初めてバージョン違いの体になる。詳しいな。そうそうそう、あ、全然記憶にはないけど、ティガって聞いたこと、なんとなく響きは残ってる。それに子役時代ちょっと出た。アッピー子役時代。ああ、そうか、なんか子役やったって。映像はこちらです。映像はちょっと、どれに出てるか内緒です。へえー。そうするとトニセンってことは長野くんとあとは坂本くん、井ノ原くん、この3人でくんとか呼んじゃうよね、つい。あ、そうです、そうですね、つい。その流れだと長野くんとか別に友達っていうわけでもないです、ついくん付けしてしまうというね、なんかそういう空気感があるよね。で、長野くんコーヒーめっちゃ好きなんでしょ？そうです、それは知ってる。以前表参道のロハスビーンズさんに取材に来た時に、泰造が作ったバリスタエプロンだけ出演するっていう微妙な絡み、エプロン越しに絡んだことはあるんですけど。そうなんだ。いや、同じ雑誌に載ったことありますよね。あ、そうだ、スパで、そう、スパで共演してますから。表紙がトニセンでしたね。なかなか衝撃的なタイトルだったんですけど、そうそう、泰造が載ったコーヒーの家庭自家焙煎みたいなのを教える企画があったんですね。その表紙がたまたまトニセンだった、運命としか思えない。確かにここに来てます。ちょっと早速くんかくんかしちゃいます。いや、行ってます。ちょっとじゃあハウスブレンドからいきましょう。泰造はやっぱりエチオピア愛好家として行っちゃいますよ。どうぞ、お願いします。それでは意外と普通に開けますね。開けやすい、非常に開けやすい。失礼します。うお、こういうこと。喫茶だよ、喫茶。しかもここですごいな。
完全喫茶ということはブリブリってことですね。ああ、いいっす。ブリンブリンのエチオピアス。スパイシーな。スパイシー？喫茶ですね。ああ、いいな、すごく。古き良き日本の喫茶文化のその正しい文脈沿いに、でその中でこのスペシャルティ感すごい強い。コスタリカピーベリーは気になりますね、めちゃくちゃ。うわあ、マジで。いや、まあ、深入りの方ですよね、多分。ちょっと目つぶって。でも今このこっからでも甘い香りが。あ、甘え？え？え？アナエロスか、そんなことない。なんか訳ありだよねこれ。ああ、でも深いな。すっごい甘い。こんな顔なさってますよ。熟した、熟した何かの何かがしますね。何かの何か雰囲気が。ちょっとこれ、じゃあこっち、これがトニセンブレン、うん、定番な感じです、うん、これがマザーツル、エチオピア。それこちらがメロディ。うわーい、え、どれも飲みたい感じするね。そうですね、これはコスタリカここまでやるのってなんかあんまり最近飲んでないですね。あんまりないよね。しかも生成はハニーかナチュラルか、ちょっと普通に欧州ではないかね、うん、ムンとしてますもん。なんだろうね、これピーベリーでハニーってことあるかな、コスタリカ。ちょっとこれ何なのか教えてもらいたいです。長野くん、ちょっとこれ何ですか一体。ぜひ教えてもらいたいですね、マジで。どういう生成なのかとか、どういう産地なのかとか、パッケージには書かれてないところがまた昭和の喫茶っぽさがあるんですけど、絶対なんかありますね。聞きたいですね。こだわったなんか特別なオリジンっぽい雰囲気が出てますね。エチオピアのマザーツリーはもうね、もろマザーツリーですから。これは太蔵のチャンネルでも過去に取り上げたことあるテーマですけれども、エチオピアのコーヒーの原種原木と言われているユネスコに登録されているあの木ですよね。まあでもやっぱりハウスブレンドですね。そうですね、うん、これは焙煎日がいつとかっていうのはあるの？賞味期限を見ると、まあ1年で切ってある可能性ありますね。すげえ新鮮かもしれないですよ。そうですね、10月30日ってことはまだ1ヶ月経ってない可能性ありますね。じゃあこれぶち飲んじゃいます？これぶち飲みましょう。行きましょうか。じゃあ20世紀ブレンド入れて飲んでみたということで行ってみましょう。どんな設定で入れます？まあ、何も考えてないですけど、さっくり入れてもブリッと出そうな焙煎度ぐらいですよね。そうですかね。温度何度にしようかね。さっきの92とか3とか4とか5とか高め、結構高めで攻める。僕はなんとなく無意識でそうしちゃったんですけど、苦みをギリッと立てようっていう作戦ね。若干粒度はね、粗めに今しちゃったので、この小さい V60 に V60 みたいな、そうですね、まるで、うん、ハリオの中に V6 好きがいるんじゃないかな、ね、暗号みたいな。 V60 だね。 V6 で、うん、V60 とか出ないかね。V6 ハリオ V6 このぐらい紙が入ったら閉じちゃうみたいな。すごい。 V60 で V6 トニセンブレンド行きましょう。ジューキッサーとかだと温度はどんなもんなんですか？高めに入れてるんですか？うん、そうですね。純喫茶もほんといろいろあるんですけど、ネルドリップのこだわりの深入りコーヒーとかやってる自家焙系だと、とにかく低温80度、時に70度台、60度台もありえるぐらい低温抽出が多い。68度って店もありましたからね。でもおしなべっていうと、喫茶店の味っていうと高温で出して、しかも抽出した後にしばらく置いておく、で再加熱もしくは保温しておきながら出すっていうケースも結構喫茶店多かったんで、温度高めっていう味の印象は強いかもしれないですけどね。そんな中で備長炭どう出るかという、温度決めちゃってください。ただちょっと マイルディにしてもヨシティっていう感じですよ。マイルディでもヨシティですよ。なので間を取って88で、はい、おー、末広がりの88度。そうですね、了解です。ちなみにそのトニセンのイメージっていうと、あんまり知らないこの人間からすると結構こう大人っ
っぽさ、安心感、安定感とか優しさ、包容力みたいな、なんかそういう落ち着きのイメージが強いけど、それはあの上線に対してのイメージかもしれないけど、ファンからすると都仁線のイメージっていうのはどういうところ？優しさ、包容力はあると思いますけど、うん、落ち着きは別に命が行くので、ああ、命ちゃんもいつでもこういう感じだから、はい、ういう楽しそうな、そうそう、にぎやかで、じゃあにぎやかで結構わちゃわちゃした感じとかも持ち味だったりする。そうですね。そしたら温度88は全然ありかもね。温度高めはいいですよね。あともう一声、都仁線といえば どんな感じ？都仁線といえば仲はいいですか、ね、あー、なるほどね。プライベートでもこれ多分3種類のブレンドだよね。あ、コロンビア、エチオピア、他だけど他の部分もう一つ入ってて、なんとなくこれは勝手な想像ですけど、豆の顔見たところも3種類とかでバランスを取ってる系のブレンドじゃないかなって気がしますね。もう一声、ビンチョタン。もう一声、この粉の声をどう入れるかってことですよね。この粉がどう入れてもらいたがってるかってことですね。これはあの飲んだらビンチョタンが都仁線のことどう思ってるかが分かる、ね、ええ、もう一個ヒントに、もう一個行きたと。長野くんはお尻がすごいプリッとしてます。なるほど、これ全てのピースが揃いました。完璧です ね、 完璧ですね。ちょっと温度高めでもいいかもね。そしたらじゃあ今ぐらいはちょ、今90とか、そんなプリッとしてるってことなら90でもいいかも。お尻プリを足すってことですね。そうですね、ちょっと2度分足してもいいかも。確かに僕の学校へ行こうで見てた彼らの姿を思い出しながら、非常にいい笑顔だったんで、そういうイメージで実施します。すごくいい香りがしますね。完全にエチオピアの、エチオピアそっちの豆からでしたね。なんかなんかすごいなんかハーブっぽい、うん、ハービーな、うん、ハーブポップですね、完全に。結構クラシックな喫茶店感全開に出してそう、うん、そうですね、うん、今時スペシャルティみたいな、まあ、ナチュラルとかハニー、発酵系のあの甘み、トロピカルさみたいなのは極力抑えて、おー抑えてますね。ビンチョタフルシチロースト、ちょっと落とし方もそっちにしようかなという、うん、この自制的なセンターからの中等、滑らかにムラッシュを進めております。そしたらビンチョタンです、よろしくお願いいたします。どういうコーナーか分かんないですけど、なんかこう誰かがコーヒー入れてくれてるのを見るのってすごいいいですね。ちなみにこのお店に行くと都仁線に会えるんですか？いや、今のところその予定はその予定はないけど、ない。じゃあたまたまいる時に当たるかもしれないっていうことですね、うん、いやこれなんか取材行けたらいいですよ ね、 ね、ちょっとこの神宮前の確かにカスカラソーダとか出してるんですよ。おー、そこはやっぱり今っぽい感じですね。あとはなんか面白いメニューとか出てるの、ね、あ、でも、うん、懐かしのクリームソーダとか喫茶店のナポリタン、うん、20世紀ブレンド、まあいい名前よね、かっこいいよ、うん、着々と抽出が進んでますね。そうですね、おスピードはちょうど中の中ぐらいで、中の中ぐらいですね、まとめてきた感じですね。もう浅かったらもうシャインと出そうと思ったんですけど、はいはいはい、ちょっと割と丁寧めにちょい深っすね。そうですね、である程度豆固定して250ぐらいでしょ。おー、なるほどですね。一番なんかその豆の中心を感じるそうな、うん、30g からちょうどいい感じするようです。個人的なちょっと考えになります。じゃあこれのこれでやるでしょうか。うん、さあ楽しみ。めっちゃ楽しみ。このお土産はあのファンの方にとってたまんないですね。ニコちゃん飲んでないの？まだ飲んでないです。ちょっとじゃあ行きましょう。これごと行っちゃいましょうか。都仁線がある。都仁線がある、うん、すごく羨ましいなと思ってる方いるかもしれないですね。そうですね、うん、この幻のコーヒー豆、では皆さん行ってみましょう。召し上がれ。ほんのり優しい香り、うん、あー
コーヒーとして非常にうまいです。うまいですね。うまい。スイスイ飲みたい感じになりますね。誰に出してもうまいって言いそうなコーヒーです、ね。いろんな人がうまいって言う。まさにね。その価値観というかその哲学、これはいわゆる喫茶店の美味しさの美学ですよね。いつどうやって誰が飲んでもとりあえず必ず美味しいって言ってもらえる。だ特徴を極力抑えている感じします。そうですね、バランスのいい深入りっぽい感じで、うん、そんな中で結構キリッと苦味効かせてきましたね。これはもう紅茶炭抽出でしょ。そういうこと、甘みにしたのがちょっと温度設定90度っていうのもあったかもしれないし、結構あの粉を動かさないようにしてスピード上げすぎずに入れたっていうところも、このボディが結構ハードボイルな感じになっている抽出設定だと。うん、なんかわちゃわちゃ感はあんまりない。シックにまとまってる。うん、ですね。キレのある苦みがある。そうだね。かっこいい感じになってますね。全員あのスーツとかビシッと着て、うん、ネクタイとか締めてもらっちゃってる感じに仕上がってますね今。どう？スーツ着てる？ボブシックス解散前の四五曲は全部スーツでした。そういうことか。へえ。ばっかでした。その感じが出てるんだ。なってる。僕もなんか入れてる時すごい摂取伸びてましたもん。なんかわかんないですけど、それ椅子が低いか、そういうことですね。いやー面白いね。ちょっとお店にも行ってみたいけど、これ普通に予約は取れないよね。ファンの方がみんなポチポチしないといけないですからね。まあ、何か機会があったらぜひ長野くんとコーヒーマニアトークもできたら嬉しいなと思ってますけれども、まあ、メンバーの皆さんもこのお店をなんかこうね一つの居場所にされるんだったら、ちょっとファンの方たちの交流も生まれたりしてっていう、なんかそういう期待もねできるのかもしれないですね。いやなんか街の中にこういうなんか普通のコーヒー屋の顔をしてるけど実はバックボーンが全く違うみたいなのがポコッと出てくる。ビンチョータンさんもそういうカフェをそのうちにね、そうっすね、どこかの街に出現させちゃってるかもしれないですけど、誰にも言わずに出したら面白いです。いや、それやりかねないなと思って僕で焙煎してるって。そうですね、うん、でもうやってましたって。そうですね、もうやってる上がっていくのかっこいいですね。それで潰れたら面白いですよ。なかったこと気づかれるからね。いや面白い、ね、そうやってやるのちょっとあれですね僕、うん、喫茶20世紀、喫茶トニセン、神宮前。いや面白いですね。ワクワクしました。ありがとうございます。ニコちゃん、そしてニコちゃんのお母さん、ありがとうございました。いや皆さんもぜひぜひ情報の方をこちらからチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。